江戸時代の太鼓橋。目黒新橋から見た、現在の太鼓橋。太鼓橋は、目黒川の橋であり、工人坂の生誕である。所在地は、東京都目黒区下目黒1丁目7番9号と、同2丁目3番23号を結ぶ地点。1769年に完成した。建設された当時としては珍しい石造りであった。長さ8件3尺。 幅2軒であり、名前の通りいわゆる太鼓橋の形状をしていた。斉藤月心が江戸名所税に選び、歌川広重が江戸名所百景にも描いた。周辺には、目黒不動や広人坂、千代が、先等の名所が多かった。太鼓橋を作った人物には、諸説あり、八百屋お七の恋人の吉三郎が出家した。 西雲城人だったという伝説がある。修行中に江戸の民衆から寄進を集めて太鼓橋を作ったという。橋の東側にあった大円寺には吉蔵の伝説が書かれた標識があったほか、旧太鼓橋に使用された石材が置かれてある。他にも木籍商人が1700年代の初めに作り始め、江戸八丁堀の町人が資金を出し合い、 完成させたという説がある。同地は、1889年までは、江原郡江目黒村、1922年までは、道郡目黒村大技下目黒、1932年までは、道郡目黒町大技下目黒であった。当初の石橋は、1920年9月1日に、豪雨で流された。ありがとうございます。